い、皆さんこんにちは。ボゲーム編集のオレッチです。本日はですね、こちらじゃあサモンズボやっていきたいと思います。今回は今来ているゲロロコラボのガチャに挑戦してみたいと思います。まあ、前回も聞いたんですけど、ラインナップが追加されまして、まあ、前回ね、このゲロロロボも手に入らなかったんで、ちょっと挑戦してみたいと思うんですけど、今回追加されたのはですね、日向冬樹くんとアリササザンクロスと、あとは西澤桃花ちゃんと、あとは北条睦美さんですね、睦美くんかな、が追加されました。今回はですね、今回というか前回手に入らなかったのが一番のケロロロボ、その次にあと夏美ちゃんも手に入りませんでしたぐらいかな。この辺手に入らなかった、あとケロロもそういう当たってないんだ、なんだかんだでね。だからこの辺出ればまあまあ良かったかなと思える感じです。今回はなんと51個当たっておりますので、中継に挑戦してみたいと思います。ちゃんと取れてるかな、不安になっちゃうね。よしよしよし、いきますよ。久しぶりに回すのがちゃん、そうでもないから前のコラボ見ましたね。じゃあいきます、回す、でいきます。ケロロロボ、日向冬樹くんでもいい、よし、とりあえず向き来い、はい、うわー、はいはいはい、西澤さん、はいはいはい、まあとりあえずね、いやー緊張するな、これ全部もうなんかこう演出なかったらどうしよう、はい、はい、よし、あ、オッケー、よし、オッケーです、だんだんこうね、コンプリートに近づいてまいりました。やばい、今4つ入ったの、あ、やばい、やめて、出ろ、ガン、うわー、マジか新キャラ一体も、あ、出たけども、かぶりまくりング、うわー、マジか、あ、そう日向くん、日向さん、両方出ず、アリサも出ず、マジで、はい、大敗です、大敗しました。50個も使ったのに、まあでもね、僕が出ない分どなたかがきっと出ているんだと思います。見てみましょう、ケロロむっちゃ出よる、3体出てた、桃花さん、ケロロ、あと小雪さんも、ふぅ、まあこんなもんですかね、はい、まあ、皆さん、きっと僕があんまり出なかったので、きっといいのが出るんじゃないでしょうか。皆さんぜひケロロコラボガチャ挑戦してみてください。本日の動画は以上になります。はぁ、悔しい、それではまた別の動画で、バイビー。